3人で揃って試合始めたいと思います。行きましょう。さあ、レッドサイド獣侍バーサスブルーサイドマックスバスターの試合、行きます。ハロー、ファイター。さあ、先生を取ったのはブルーサイドマックスバスター。試合立ちも見てみると、おお、獣侍に今回シールドプレイヤーが2人いますね。3-3-2-1-1-3-4と。さあ、2対3と1点差。ここでシールドに自信を持っている獣侍、勝ち越しバウンドを返し、マックスバスターがしっかりとシールドを割っていっています。3-4の1点差。さあ、獣侍のシールド8点、これ結構前半に入りすぎないでしょうかね。残り1枚ですね。シールド振られているシールドは残り1枚ですよ。Thank you.
ている際のトムボーイズの試合を始めます。両チームともにレイ、お願いします。はい、じゃあ30秒計測開始です。さあ、全員エントリー揃っておりますね。いきたいと思います。さあ、行きましょう。さあ、現役釣り男性チームトムボーイズ VS ファイター。両チームともにシールド
しました。レッツサイド性別前のバーナーズブルーサイドトムボーイズの試合を始めたいと思います。ではチームともにレイお願いします。はい、それではただいま最終的に開始です。それでは試合始めたいと思います。いきましょう。性別前のバーナーズトムボーイズの試合いきます。波動ブルーサイドが3点リード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 ブルー
皆さん準備はいいですか？はい、行きます。さあ、あの頃バーサス秋田組決勝戦1分目です。さあ、おーさあさあさあ、両チームのシールドを展開してきた先に続けるドタンの秋田組、今回はあの頃ロタ君のこのシールドですね。両チームともエントリー整っておりますので試合を始めたいと思います。よろしいですか？それでは行きましょう。さあ、決勝戦2本目いきます。
の優勝おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ前へ、どうぞ、どうぞ前へ。誰、誰に渡す？ロゼくん。でも終わった瞬間、へしこーって怒るばかり。今日はロゼくんね、ロゼくんね。はい、じゃあ、ロゼおめでとうございます。じゃあ、1位コマレンとサマーカップ本戦出場権贈呈いたします。おめでとうございます。今角に思いっきりお辞儀したけど大丈夫？はい、おめでとうございます。インタビューもロゼくん。はい、リーダーもう喋りもしないよ今日は。じゃあロゼくん、じゃあ今のお気持ち一言お願いします。僕ら予選出た中で全部決勝で負けてるんですよね。せっかく今日も決勝まで行って、ここで負けたら首取られる。もう本当に命かけて戦いました。強すぎますね。なんかすごい成長だなって大勢としてあんまそうじゃない、本当に上から目線になりたくないんですけど、これからすごいどんなチームになるのか恐怖に怯えてます。自分でも何言ってるかちょっと今終わりでいい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。頑張り